2010年8月の27日でございます。で、本ですね、この前到着したと思うんですけど、今正面に見てるね、塔があります。あれがボローニャの斜塔です。ボローニャの斜塔、ピサの斜塔って有名だと思うんですけど、ボローニャにも、ね、斜塔があります。で、これに関しては12世紀から13世紀にね、教皇派と皇帝派の争いがね、あってね、どれだけ高い、砦や塔を作るかに影響を出たということです。現代ある2つの斜塔がその名義で、どういうことになるんですけど、で、高い方がね、今見てる高い方です。マッシーで、リゴの方、97m、498m で階段を登ってきて、そこから、どこかのね、富士山ですけど、素晴らしく見えるようになってます。もう一つが 48m、それに関してはね、かなり傾きすぎたんで削られてしまったということで、ちょっと今、ここからの辺り見えないようになって、まあこの辺りですね。ちょっと傾いてるんですよね。